ばたく太龍が渡来人風を手に入れれば鬼どもをまとめて地獄へ送り返してやる。そいつを持ってる白老祭元首って一体どんなやつなんだろう。刀匠にして武器商人、呑霊山で武器を作り野武士や山賊に売りつけている。呑霊山、恐ろしい山とか。その方が面白くなるぜ。このことを知らさねば。太龍が渡来人風に目をつけたか。は。いかなる手。白老祭が兜ごときにやすやす渡すとは思わぬが。しかし万が一ということも。そうはさせる。じゃけ、奴らの居場所は。幽玄郷に差し掛かる頃かと。雲霊山への道のりは険しく遠い。地獄への旅路と化してやるわ。すげえ。どの道かしら。呑霊山に通じる道はただ一つ。他の一つは溶岩の渦巻く血の池地獄に通じ、もう一つは煮えたぎる硫黄の沼、残る一つは鋼鉄をも溶かす毒ガスの魔窟に通じる恐るべき道じゃ。道を間違えると命取りだ。大事な真似をしやがって。万事包丁。Thank you.
ことは俺に任せな。くらい赤鞘やずつ。同期、ドンレイ山には行かせぬつもりか。兜はどうした？来た。来るぞ。こっちは硫黄の沼か。正しい道は西の端と見た。手間取ったな。先を急ごう。白老祭の居城か。白老祭は打竜河と雷神風を手放すかしら。いいや、奴が鍛え上げた二振りの宝刀は奴の分身と同じ。どんなに大金を積んでも奴が手放すとは思えん。だから盗む、奴から奪うのだ。止まれ、何者だ。ここをドンレイ山として入ったか。俺たちは武器を買いに来た。金はあるのか。五番で2000両。坊主に売る武器などない。若、私は外で待ちましょう。よし、開けろ。
財宝二文800両。次、前へ。南蛮銃をもらおう。南蛮銃はちと値が張るぞ。五番で千両、買えるだけもらおう。よろしい、十丁出してくれ。さあ、さっさと歩け。あれはなんだ。ここじゃ女も売ってくれるのか。売り物じゃない、買ったんじゃ。ここじゃ金でも女でも武器を買える。なるほど、女というのは便利な金子らしいな。どうかね、あんたもその女を売ってみては。高く買うぞ。いいとも。だがこの女に見合う品物はここにはないようだ。次、万来銃をくれ。宝刀は一体どこに隠してあるのかしら。さて、悪老祭元首の姿も見えんようだな。在ガサババザラン守衛会人、ガサババザラン守衛会人。あれだ、あの扉から妖気が昇っている。悪老祭は地下だ。あの扉が入り口らしい。でも衛兵がいる、近づけないわ。方法はあるさ。白虎、悪老祭のもとへ通じる入り口が見つかった。お前はここでちょいと騒ぎを起こしてくれ。その隙に俺と朱雀が中に入る。さあ、極上の一品だ。うん、これは俺が頼んだものと違う。え、しかし確か万来銃と。俺が万来銃かよ。ふざけんじゃねえ。こんな生くらつかませやがって。取り押さえろ。はっ、よっ、このクソガキ。うわー、うりゃ、取り押さえるんだ。この やめろ。貴様ら死にたいか。下がれ。下がらんと撃つぞ。おらよ。用は済んだみたいだぜ。この長筒、中は武器か。おかしい、容器を発するとは。だ、流行砲、霊気を飛ばす。容器の大砲がなぜここに。なぜ奴らがここにいる。そうか、黒夜叉の使う武器もここで作っているのか。悪老祭め、商売相手は選ばぬらしい。
の奥から妖気が漂っている。かといってこの格子は破れないわ。いやー、やめて、助けて。いやー、お願い、やめて。いやあれは白老祭は2匹のシャチを飼っているという。金星魚、銀星魚、そいつらの好物は女の柔肌と聞く。そうか、あの魚の後をたどれば白老祭のもとへ行けるな。もったいねえな、こんな別品が白老祭様の魚の餌ってのは。え、どうだい、その前に清流、もういいかな、ここを出ても。ああ、もういいだろう。なんだと、てめえらこっから出るつもりか。ああ、もう飽きしまったからな。いつでも好きな時に出られるって口ぶりじゃねえか。そのつもりだ。え、笑わせるな、てめえら死ぬまでこっから出られるもんか。やめとけよ、そいつは化け物だぜ。へっ、こいつらに何ができる。武器を取り上げちまえばただのデクノボさ。へっ、知らねえのか。ん、俺が武器だ。ありがとう、お武家様、ありがとう。えい、寄るな、やめろ。えい、ロアクト。聖流、このネズミにつけた糸をたどれ。言霊打ち、兜か。こいつを持って逃げろ。こいつを見りゃ邪魔するやつはいねえさ。なかなかいいとこあるじゃないか、ヤッコ。聖龍、てめえに一言言っておく。俺は女嫌いだ。その糸をたどってこいだと。だが気をつけろ、途中に黒夜叉の連中がいるらしい。黒夜叉、面白いじゃねえか。どうだよ。
派手すぎやしないかな。バカ野郎、このくらいでちょうどいいんで。そうかそうか、たらふく食ってきたか。何？そうか、客が来たか。そこの者、わかっておる。顔を見せよ。天狗流、カラス天狗カブト。お主の宝刀をもらい受けに参上した。雷神プーと打竜がを求め、兜たちは機動界に立つ恐るべき極魔殿へと挑む。だがそこに待ち受けていたのは恐怖の魔人六車輪童子だった。一方、白老祭の人質となった朱雀に刻一刻と死が迫る。次回、カラス天狗兜、極魔殿の宝刀。